カイシェドーリス大聖堂カイシェドリースはリトアニア中部の都市。国内の2大都市ビリニュスとカウナスのほぼ中間に位置する。リトアニア国内にある6つのカトリック教区のうち1つはこの町を中心としている。また、町にはリトアニア獣医学研究所がある。カイシェドリースという都市名は16世紀にこの地域に住んでいたタタール人貴族のカイシャダルに由来する。 1871年にビリニュスとリエパーヤを結ぶ鉄道が敷設され沿線にあったカイシェドリースは発展をし始める第一次世界大戦が始まると1915年町はドイツによって占領されこの辺りの地域の中心都市となった1919年にはカイシェドリースからラドビリシュキスまでを走る列車が運行を始めるその後ビリニュスやトラカイが ポーランド共和国領となると、カイシェドリースは、トラ会見の中心都市となった。独立回復後発の大統領となったアルギルダス、ブラザウスカスは、幼少時代を、カイシェドリースで過ごした。現在外には、彼の名を冠した、中学校がある。ヨーロッパで活躍する、バスケットボール選手、ラムーナスシシュカウスカスは、カイシェドリースに生まれた。国際的に活躍する、 リトアニア人発のレーサーのカジミエラス・バシリアウスカスもカイシェドリース出身である。カイシェドリースの人口の変遷は以下の通りとなっている。ありがとうございます。